へいよーケンツムシです。今日もねクレラっていくんですけど、今日はねこの遅延ゴーレムを、解説していくんですけども、こちらのデッキ今使ってる方多いと思うんですけど、玄関球どうなんですかっていう話ですね。結論から申し上げますと、ゴボリが弱い今。うん、なんでかっていうと、ミニペッカとかプリンスとかペッカとか、ああいうなんだろう、単体攻撃に対して、単体ユニットに対して火力が高いユニットが多くて、ゴボリだとちょっと抑えられないんで、まあ墓石のがいいかなっていうなるじゃないですか。ほなゴボリとちゃうかみたいな、それはもう墓石やってなると思うんですけど、マジックアーチャーとかいうやべえやつがいるんで、ほなボムタワーかってなると、ゴレじゃなくてよくねってなるんですよね。っていうところで、まあゴボリが結構今渋い、感じなんで、こいつがね復活してきてほしいなとは思うんですけど、リプレイ勝ちリプ3本ぐらいあるんですけど、はい、ご覧の通り、このペッカ、これめっちゃきつかったですね、これ。はい。あと、スパーキーきついのとペッカがきつい。理由の一つとしては、火力が出ないんですよ、これ。こいつらぶっちゃけ攻撃についても全然痛くないんで、もうちょっとゴレライで攻めるイメージがいいかなと思います。ということで、今日はリプレイね、ここ3本用意しております。でもう相性がいいですね。相性が良い相手に対してはもうゴボリでボコボコにできるんでやっていこうと思います。まずは来季ですね。ちょっとね勝ちリップが少なすぎて申し訳ない、日本人の方が多めになっちゃうんですけど、まあ、来季も最近動画上げたり生放送すごいしたりしてて、多分このクエコグ練習中ですね。このクエコグがね今ね結構強いって言われてるんですよ。マジアチャミニペかーって感じだよね、やっぱり。なんですけど、まあ、それに対してのリプレイをね、紹介していこうと思います。ここで、まず、ホグ切ったんで、ゴレで、ミニペを受けます。で、ここでもしかしたらマジックアーチャーで射抜かれるかもしれないので、ベビドラは割と高めから出しておきましょう。で、こんな感じでまずミニペを剥がすと、まあ、相手できることがないので、ここはローリングバーバリアン転がしてあげて、これだけで削りに行きます。こんな感じで。はい。まあ、ベビドラが仕事しつつ、このミニゴールムもかなり削っていくって感じですね。で、こうカウンター組まれてもアイスウィザードで守りつつ、ホグが来たらゴボリですね。来たのでゴボリ。で、ここ押さえてあげつつの、守ってあげると。でこういう2周目ホグって割と無茶に組んできたのでアドがすごい取れるんですよね。なのでここはもうケツゴレからいきます。あとはホグライダーを飛ばした後のタイミングがやっぱ狙いやすいので、そこでしっかりとねゴーレムを展開していきましょう。だから遅延ゴレはその玄関今日遅延ゴレどうなのか動画で見たいですっていうコメント残してくれてる人がいたんで使ったんですけど、まあ、出だしはね、相性いいの結構引いたりして、まあいい感じだったんですけど、ここでもうね、やることないんでライトニング打っといて、大丈夫です。削りでガンガン。で、ミニペさえ飛ばしちゃえば、ここね、このベビドラがめちゃめちゃしんどいはずなので、まあここ処理していきつつ、あとこのミニゴレがすごい削ってくれて、ライトニング圏内まで入るのでいいと思います。で、ミニペとかだと、まあこんな感じで、ゴボリアイスピーツとかで抑えられるんですけど、問題はジャイミニペとか組まれると、ちょっとね、今だと守りきれないのかなーって感じはしますね。で、もちろんこの遅延ゴーレムね、俺も超大好きなデッキなんですよね。なんだろう。火力が少ないから、丁寧にゴーレムを組み立ててみたいな守りから入るんで、俺は結構なんか好きなんですよね。その、実力で勝ってる感じがするじゃないですけど、きっちり守ってからゴーレム展開っていうスタイルがすごい好きなので、まあ僕も好きなんですけど、ちょっとね玄関機はね前ないっすね。火力が足んないマジで。で火力って何なんっていう話だと思うんですけど、まあ例えばランバージャックとかミニベッカー入れるっていう動きになるんですけど、火力が足んないとまず攻めらんないんですよ。どんだけエリアと取っても攻めらんないとかあって、それがちょっとね、難しい。なんで、ゴレプラスライトニングでちま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 削るっていう動きになるかなと思います。で、その次に火力がないと、ゴリ押しに弱いです。はい。ゴリ押しされた時に、シンプルに守れないですね、今は。
っていうのもあってですね。で、ここね、ウロイホグ来たんで、正直迷ったんですけど、まあ、キング起動が最強なんでね、キング起動してあげて、ザップとか雪玉来たら、ダルインで、ここアイスウィザードで、ダメージはある程度抑えていくと。いう感じですね。で、ここがね、結構苦しくて、アイスウィザード出して、相手迫撃出してきたんで、ここは、まあ、ゴボリ。からの、まあ、ベビドラを出すんですけど、ベビドラ出してから、アウトローが来たんですよね、ここ。まあ、ロリバを転がして、なんか、若干延命されつつみたいな。で、このガールが一匹残ったのがめちゃめちゃ痛くて、ここ相手うまいっすね。で、いい感じに前に入ってこられちゃって、ここ雪玉でパーン飛ばされて、まあ、守ったんすけど、このガールの火力がマジで高いんですよね。で、落とされてしまうと。なるほどっていう感じですよね。もうこれは笑うしかないと。で、こういうところもね、ちょっとランバーとかがいれば火力で制圧できる部分があるんですけど、ちょっと繊細かな？ユニットが。で、ここケツゴレしてあげて、で、このコウモリにアウトロー真ん中来るなと思ったんで、アイスウィズ構えといて、ここ止めてあげてから、で、このガールも痛いんで、ロリボバで処理ですね。してあげて、で、そっからのこの防衛迫撃がめちゃめちゃだるいんですけど、このリプレイで見てほしいのは、端前ゴレをするんですよ。ある場面で。だそこを見てほしいですね。で、このロイホグは正直無視でよくて、相手いいロケットですね。で、守ってきて、ここね、相手すごいエリクサー使ってくれたし、このゴーレムのね、ミニゴレとか爆破がかなり強くなったので、ここでね、2周目ゴレを回してあげて、守っていくと。で、その間に、まあ、このゴレが届くので、ここはま、落ちるなと思って、アウトローガールだけ、まあ、処理する動きかな。で、上げつつ、落としたんで、ここはゴレですね。で、2倍入ると、これ、ルイホグに対して、このゴボリは間に合うんで、まあ、ゴボリ出してあげてって感じですね。まあ、ゴボリがね、もともとこのデッキ流行った時は、ゴボリがめちゃめちゃ強かったんで、ゴボリがなんか、実質ミニペみたいな感じだったんだよね。で、まあ、こんな感じで守りつつの、トルネードでガールとかを引き込んであげて、ワンチャンコウモリに巻き込めたらいいなっていう動きでしたね。で、ここで、ベビードラ消されないようにライトニング打ってあげると、ライトニング圏内に入ると。で、こっからライトニング回してフィニッシュに持ってくんですけど、被害侵されるわけですよ。めちゃめちゃ。なので、こっからは、相手の複数ユニット、もう42なんて何でも体力勝るんで、そこをね、警戒していこうと思います。本当はね、ここで射抜けたらいいんですけど、まっすぐロイホグとかね、来るのも分かってたんで、待って、で、コウモリも過ぎて、で、ヤギゴブが来たかな。ヤギゴブ来て、ここで、アウトロ出てくるまで時間かかるんで、ライトニングって感じですね。まあ、こんな感じで、しっかり攻め時で端前ゴレするっていう動きが大事ですね。最後三重視ですね。で、それがね、マジで、火力足んねんだよな。ポイズンウッドとか使われると、もう後衛ほぼ吹き飛ぶんですよ。ゴレとベビドラしか残んないみたいな感じになるんで、それがちょっとな、きついわなって感じですね。ゴースト来たんで、ダークネクロから入ってあげて、いきなり三重視が来たので、ここ多分5秒見とかかな。かここはしっかりとライトニング打ってあげると。多分これ5秒見ですね。ダクネの前に出るゴレに対して、三重視出して、そうするとこっちライトニングとか打てない。まあロリババぐらいしか打てないんで、そこで多分延命してカウンターっていう動きかな。で、9コスの三重視を、6コスで処理したんで、まあ間違いなくアド取ってるので、ここは強気にケツゴレですね。で、呪文ない相手とか、
なんだろうな、火力が低いユニットが多い相手にはこのデッキめちゃめちゃ強いんですけど、まあ一応ね紹介しておきます。まあトップオブトップではあんま流行んないのかなっていう感じがしますね。ダクネ追加してあげて、でファイスピが来ましたね。ただ残ったんでここは絶対押し込めるといったところでのゴーレムで、相手も捨ててきましたね。で、三重視出されたんで、ここはまあできるだけこのマスキ消せれたらいいので攻め取るねですね。でまあ3コスでこんだけ三重視削ったって考えれば、まあお得な交換だと思うので出していきました。でもし前になんか追加されたらもうそこはライティング使う感じかな。でここは大丈夫だったんでアイスビザード出してあげて、まあダメージ許容しつつ受けていきますと。でここの左側はゴボリ、まあこうなった時はゴボリ強えなと思うんですけど、難しいね。でタクネ出しつつ、まああとは守れば勝ちでっていうとこなんでね。でこうアウトロー来たんで、ここはもう迷わずこれ、この辺にねベビドラとロリババとかでこちょこちょやろうとすると、あの持ってかれちゃうので、ここはしっかりでゴーレムで受けてあげて、このちょっとでも体力残ればね、相当ゴーレムもともとの体力が高いですからね。でここは攻めトルネードで、ベビドラのブレスとかアイスビザードの攻撃をしっかりと当てるようにしてあげて、ここでアイスビザードも残りつつ、このゴーレムとミニコウモリたちが入ると。でここはまあゴボリ出して、まあ最後ね、どうせ1本折られたとしてもライトニング取り返せるんでいいんですけど、まあ、こんな感じで真ん中寄せつつ守りつつ、プリンスが戻ってくるの守りつつ、で最後ねライトニング打てば、まあ、2本目も上げるって感じでフィニッシュです。まあ形はまればこういう動きができるっていうのがこの遅延ゴレの強いところですね。まあ、個人的にやっぱゴレにはランバーとかミニペがいないと今の環境やっていけないので、まあ、このデッキを使ってる方はうまく、ミニペやランバー入りのゴレに切り替えれるといいし、って感じですね。まあ、これ使うのも全然、強いとは思うので、まあ、環境環境で見ていきつつやっていけばいいかなと思います。まあ、ゴボリのところを何かに変えるとかかな。一応ね、ここダークデッカーの部分がミニペとか、ランバージャックがあるので、ぜひね、そこら辺考えてみて、やってくれるといいかなと思います。ということで、今日はね、久しぶりに遅延ゴレを紹介していきました。では、おつめし、バイバイ。